はい、こんにちは。この子猫です。読書家の読書家による読書家のためのチャンネルへようこそ。このチャンネルは年間500冊の読書家が厳選されたおすすめ本を紹介するチャンネルです。毎日1冊紹介していますので、本が好きな方や良い本に出会いたいという方はぜひこちらからチャンネル登録をお願いします。さて、先週の日曜は新入社員に読んでもらいたい本ベスト5を紹介しましたが、今回は、上司に読んでもらいたい本ベスト5を紹介したいと思います。今回も前回同様、有名とか流行りとかそういうのは一切無視です。実用性を重視して、しかも前回は新入社員向けということで読みやすさも重視していましたが、今回は上司の方向けなので、もうそういうのもですね、一切、無視です。もうとにかく実用性に特化したベスト5を紹介したいと思いますので、今回も聞いたことがないような本もたくさん出てきますが、ぜひお付き合いいただければと思います。ではベスト5を紹介していきたいと思いますが、今回もいきなり、1位からいきます。1位はですね、世界基準の部下の育て方です。エジソンが創業した世界的企業 GE で研修担当をしていた日本人が書いた本ですが、もうとにかくですね、とりあえずこれ一冊でいいです。ティーチングとコーチングの違いとか、部下のモチベーションの高め方や、逆にモチベーションを下げてしまわないような方法ですね。部下のやる気を引き出してかつ公正に、行う評価方法など、もうですね、部下を育てる上で、必要なことがもう全部書いてあります。ちゃんと、理論に裏付けされているんですが、それでいて本文自体は堅苦しくなくて、比較的読みやすいので、普段本を読まない人でもいけます。とりあえずですね、まずこの一冊、上司になったらこれを読んでほしい、それだけ素晴らしい本ですね。で、次2位ですね。2位は実践シリーズです。これは上司向けの研修を小説にしたシリーズで、読んでいて実際に研修を受けているような気分になります。よってですね、内容が非常に頭に入ってきやすいです。部下との正しいコミュニケーションの取り方や仕事の効率の上げ方、チームでの PDCA の回し方など、実践的な内容をですね、幅広く学ぶことができます。シリーズ全4冊ありますが、ぜひ全部、読んでみていただければと思います。3位はこちら、人を動かすです。自己啓発の元祖デール・カーネギーの、著書ですね。80年ぐらい前に出た本なんですが、未だに売れまくってます。タイトル通り人を動かす極意が33個記されており、それぞれに具体的なエピソードがついているので、比較的わかりやすいです。めっちゃ古いエピソードなんですけど、とにかくですね、この本を読んで覚えてもらいたいことは一つ、部下が自分のために動くようにしたいなら、まず自分が部下のために働け。今の流行り風に言うなら、ギブされたいなら先にギブしろということですね。部下との関係だけでなく、顧客やプライベートでの対人関係でも言えるような概念ですので、これを機にぜひ覚えておいてもいいかなと思います。この本ですが、私が監修している別のチャンネルの動画で内容をもっと細かくアニメーションで説明していますので、興味ある方はぜひそちらもご覧いただければと思います。4位はこちら、スタンフォード式最高のリーダーシップです。スタンフォード大学でリーダー論を教えている教授の書いた本ですね。リーダーに必要な4つの資質がですね、分かりやすく説明されています。日本に多いプレイングマネージャーは一体どうすればいいのとか、みんなを引っ張っていくリーダーとみんなを支えるリーダーどっちがいいのみたいな気になる問いも、心理学や脳科学の見地からエビデンスありきで答えてくれるのが、非常に良いところですね。普通にリーダー論としても良い本なので、上司の方だけでなく、チームを引っ張っていきたいという人も、読んでおいて損はない一冊ですね。5位は、こちらですね、マネージャーの最も大切な仕事です。こちらは以前動画でも紹介した一冊ですね。膨大な調査データをもとにある結論を導き出しています。それはですね、マネージャーの最も大切な仕事は部下に仕事の進捗を伝えることだ。はい、これだけです。部下の仕事が今どういう状態なのか、目標の何割まで達成しているのか、昨日に比べてどのぐらい進んだのか、それが、常に分かるようにしておけと。それさえしておけば部下は自分の頭で考えて勝手に動くというものです。
いや、本当ね、これは大事な概念で、まあ、これをやり出してから、うちのチームもですね、成果がかなり出るようになってきましたので、まあ、ぜひですね、この概念を頭に叩き込むためだけに、読んでも損はない一冊ですね。まあ、ということで、上司にお勧めしたいガチな本ベスト5を紹介させていただきましたが、まあ、上司向けはですね、正直これ以外にも、読んでおいてほしい本がたくさんあります。まあ、例えば、モチベーション 3.0 で、まあ、内発的動機付けと外発的動機付けの概念を。あと、あれですね、仕事は楽しいかね、2でですね、まあ、上司の仕事は会社の保守的なお役所体制と戦うことであることでしたりとか、あと、こちら、企業変革力で会社を根本から変えていく方法であったりですとか、あとはこちらですね、NLP でですね、まあ、部下との信頼関係の築き方や、部下と自分等では価値観が違うし、同じゴールに向かうにしても達成の仕方は異なってもいいということなど、もうとにかく、たくさんですね、上の役職に就いた以上、まあ、学ぶべきことは当然部下よりも多いですし、いやもうずっと学び続けて、いかなければいけない。まあ、そのために私もどんどん新しい本を読んで新たな知識を身につけていきたいと思っております。ということで、上司のおすすめしたい本、ベスト5でした。気に入ってくれた方はぜひこちらからチャンネル登録お願いします。それではまた明日の1日1冊本紹介でお会いしましょう。バイバーイ。